8月7日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。 この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。いつもここで一番気になる話題っていうもんですから、いねいつ脇道にそれていく、それがきっかけになっちゃうわけですよ。<laughs> <ー>今日もね本番直前まで、2秒前まで全く違うこと考えてたんですけど、<い>本番突入して8月7日月曜日と怒鳴った瞬間に、はい ふっと頭に浮かんだのが、ああ、八月7日か。世間的には、七夕祭りというのは、7月7日ということになってますけども。はい、多くの七夕の名所。まあ、日本で一番七夕祭りで有名なのは、仙台でしょうね。ねあ,あと、私が生まれ育ったところの近所に、入間川の七夕っていうのがあるんですけれども。まね、入間川では、入間川では、日本三大七夕の一つっていうふうに。みんな信じ込んでるんですけども。はいはい、どうも。 平塚ののっていうのがでですねそれで仙台の七夕は何て言ったって日本のいやシンボリックな七夕祭りといえば仙台じゃないですかそれから平塚でイルマン川はその次ぐらいだと思ってたんですがどうやら日本三大七夕というので例えばネットその他を引くとですね 全然違うところが出ててきたりなんかして <laughs> イルマ川の七夕が日本三大七夕の一つだと思ってるのは,はイルマ川周辺の人たちだけなんではなかろうかというそういう疑問を最近持ったわけでありますが <laughs> 何が言いたいかというと、はい、七夕というと一般的には7月7日ということになってますけれども、うん、確かね仙台の七夕って今日を軸にやってるはずですよ前後数日間とか。だからいわゆる9なのか何なのかよくわかんないですけどもはい、はい、7月7日じゃなくて1か月遅れで8月7日前後に七夕やるとい ところが多いですよね。うん、私の。だから、生まれ育ったのは、生まれたのは鳥取県ですけども、育った埼玉県の入間川の七夕も。私の記憶でいうと、8月7日前後に<あ>。やってたそうだった気、夏休みの時期だった気がしますよね。あ<れ>、夏休みだからですかね。どうなんだろう。え、ね。 ということを本番始まって最初の日付を怒鳴った瞬間にふっと思ったんでああそこで思いついちゃった、はい、もうそれだけでそれ以上はいいです <laughs> 特にねか何かをあの一応これ本番の5分間に気がついてりゃ日本の三大七夕というのは一般的にどこかということとか、ねうん、それぞれの七夕祭りがいつを軸に8月7日なのか、えー、7月7日なのかというようなことも 合わせてここでご紹介すると10分ぐらいオープニングで喋れるんですけれども今江沢民さんが私の左手で必死になって私の喋りを聞きながら今ネットで各地の七夕祭りの情報を仕入れてくれてるようですがこれ以上私それについて喋るつもりはございませんた江沢民さん今ペンを叩きつけたぞ。<laughs> <laughs> せっかくやったら調べたんなら教えてくれてもいいような気はしますけど <laughs> まあいいです。えー、で先週末私ですね、はい、私のツイッター改め X, X ツイート改めポスト。はい わかりにくいですねでも今朝ね私関西のラジオを聞きながら伊丹、はい、空港まで行ってその途中であのパーソナリティの方が、はいえー、しゃべってるのをずっと聞いてたら普通に何の注釈もつけずにツイッターとかツイートとか言ってましたよ。そうですかどうなんだろう関西方面ではまだちょっと電波が遅れてるのかしら。そんなことないですけれどわかりやすいですからねまだその方がね。いつになったらその X だのポストだのが一般名詞として一般名詞にはならないですけども、ね、まあ一般的に使われるようになるんだろうとかね。 <laughs> え思いながらやってまいりましたけれども、はい、私のその X の昨日のポストを見ていただければわかるように、ええ、あなんかメールが来てますか。メール来てますよ。あ,ありがとうポストに関すること。千葉県のポ,ポストと言っても郵便を入れるやつではありません。<laughs> はい、千葉県のポップ屋だが自転車操り。 何これまあ、ちょっと <laughs> あの分かりますペンネームラジオネームがね、はい、70歳男性の方すごいさすがヨットマンですねヨットレース優勝おめでとうございますこんな人がラジオ番組の MC なんて信じられないっていうメールをそうなんです、昨日ヨットレースが地元の大阪の,、えー、大阪の南の方のマリーナっていうかですね私が船を置いてるところでありまして、えーえー、私。あのね <laughs> 実はねツイッターにも書かなかったんですが、はい、大体20 20点前後でヨットレースにもいろんな形のヨットレースがあるんですが昨日のヨットレースはいわゆるファミリーヨットレースというふうに地元で呼ばれていてですね本気の人たちがそんなに本気でやるようなヨットレースじゃなくて、うん、まあ家族連れでも楽しく参加してくださいねっていうんであの紙マークと下マークっていうのがあるんですがちょうどですねサイズ的にはドラム缶分かりますかドラム缶、うん、ドラム缶ぐらいのウレタンの俵みたいなやつがあるわけですよ。はい、これがね赤とと黄色と2種類ありまして 出発点ののところにその赤のがぷかぷか浮いてるんです、ねはい、まあドラム缶ぐらいの大きさなんで近寄っときは結構な大きさなんですけどもちょっと離れるとなんかもう点にしか見えないんですよ、うん、そっからまあ距離にして9キロぐらい離れたところに黄色いマークっていうその俵が打ってあってですねその赤いマークと黄色いマークそれを往復するんですだから往復18キロぐらいだと思います総延長18キロぐらいを行って帰ってくるだけのヨットレースなんですが。 昨日は手、ね、手か30手ぐらいい参加ししたたと思いますす、はい、どんででスタートしたわけですよ、うん、それでまあ黄色のマークがまでが第1レースで黄色のマークで折り返して戻ってくるまで大体ね昨日出発が11時で、えー、最後3時までに入らないと失格というやつでだから4時間ぐらいかけてその18キロぐらいを往復するという<ー>昨日はもう風がほとんど吹いてなくてね。 困ったんですけどまあ穏やかといや穏やかなんですがヨットで風がいいてなですもまあ動かないほどの風じゃなかったんで一応動いたんですよで私も本当に久しぶりでねレースなんか参加するの基本的に私レーサーじゃないですからヨットやる人って大体二手に分かれてヨットの上でパーティーピープルで遊ぶとかですねまあじゃあつに分かれますね船の上でパーティーピープルで遊ぶ人ヨットを旅の道具と考えて旅に行く人私それのタイプなんですね。 でもう一つはレーサーっつってガチンコでレースやるためだけに週末集まってくる本気のレーサーがいるわけですよ。で昨日のその本気のレーサーも結構来てたんですが、はい、まあ,あとはもうあの楽しく船の上でパーティーやりましょうだけども船の操り方ぐらいはしてますよという人たちが楽しく参加しましょうというだからもう本気のガチンコのレースでばっかりじゃないわけですよ。で私も一応参加してスタートラインでスタートをして。 いで、まあ、黄色のマークまで行って帰ってきて、はい、さあゴールしようと思った頃にはですね、うん、私の前にはもう一点も見えなくなっているんです<う>基本的に早い人の後ろへこうついていくとどこがその見えなくたってあの辺がマークだなとか分かるわけですよ、はいはい、であの辺がゴールだなって分かるんですよところがですね離されすぎて私の前の船,船が見えなくなって前の船についてってゴールすることができなくなって、はい、ゴールが分かんなくなったんですよ。 あれどこゴールなのってゴールが分かんなくなってもう最後もうあのハーバーに近寄ってきたんでもうエンジンかけて帰っちゃおうともう途中で離脱しようと思ってエンジンかけて帰ろうかなと思う直前に横をゴールしたよとかすり抜けていったんで大きな声で「すいませんゴールどこですか?」って言ったら「あっちあっち」って言って全然違う方だったんですよ。 なっちゃうんですす<あ>普通は分かんなくななくっちゃいいと思いますよで私まあぶっちゃけですねその20艇か30艇参加してた中でダン<ー>トツの最下位だったんですダン <laughs> <え>トツ最下位で29位の船が見えなくなってるから分かんないんですよどこにゴールしたらいいのか。えー、海のな <laughs> いやそれはねだけどヨットって技術だけのもんじゃなくてですね、うん、私の船は木造艇でそんなレースやるような船じゃないですからその上まあ 心がけも悪いんですけれども水も満載してるし燃料も満載してむっちゃ重いんですよ本気でヨットレースやる人たちはヨットレースの直前に船の上に積んであるものは全部下ろして、うん、軽い状態にしてせーのードンでスタートして、まあ、スピードを競うんですが<ー>そんなつもりもうとありませんから、うん、その上うちの船にはですねでかいペットまで乗り込んでますからそ,そんなの役に立たないおもりみたいなものが、ね、<laughs> 本当に邪魔なお,おしが1個乗っててですね <laughs> それで <laughs> 行っってて帰きあれもうしょうがないからエンジンかけて帰ろうと思ったら横を船がすり抜けていったんですいませんどこですかってあっちあっちって言うからそこで思い直してですねとりあえずやっぱ乾燥することに意味があるだろうということで29位から大きく離れて前の船が見えなくなってるんだけども。 それでまあ双眼鏡を取り出してみたら確かに赤い俵のようなものが海面に浮かんでるのがかろうじて見えるんで「あそこかゴールは」って言ってそれから行ってそのゴールの赤い俵の横にですね本部艇っていうのがその日一日ずっと止まって最後の船が入ってくるまで止まってるんですよ。 それで全部のレースが終わった後その本部艇の人に声をかけられたんで、はい、そのタイミングでいやー僕、実はねもうゴール諦めて、うん、もう帰っちゃおうかと最後思ったんですよって言ったら <laughs> そのゴールの横にある、まあ、レースレース艇じゃなくて本部艇みたいなところのおじさんが、はい、あのね待ってる我々の身にもなってくださいと。<laughs> <laughs> あれ,だけあれだけいつ入ってくるのかなと思いながら双眼鏡でずっと見てて <laughs> それで待ってたら、うん、それで一日炎天下の中で船の上でずっと本部邸って動かないですから待ってるのにうん、うん、っ最後の一手が、まあ、とにかくあの船帰ってきたら本部に、ね、陸に引き上げられると思って待ってるのにゴールの直前で離脱して帰られた日には <laughs> 僕たちの立場はどうなんですかって言われて。そそううですよそうだな <laughs> 本当ゴールしてよかったと。<ー>ということで見事最下位だったんですが、まあ、あの木造亭というジャンルは別にレースに設けられていないんですが自分で作って自分の心の中では木造亭は一手しかなくて<れ>木造亭の中では私が先頭ですから。 いや、一点しかないんですよ、ね。よトップとも言えますし、最下位とも言えますが。そそう言えますねえ。そしたらですね、表彰式の時に 1, 1>、はい、一二三位はカップくれるんですよ。はい、で、私はもしかしたら、表彰式に出なきゃいけないと思うからですね。ジャケットまで持っていてですね。<laughs> <laughs> とんだ御さんですね。それは。そしたらですね。はい、はい。ええー、本日のレースには、木造亭も参加してくださってます。<laughs> カわリンセブンの方、カわリンセブン。はーいって言って、なんか小さい。 布でできた縦横10センチ二十センチぐらいの布のポーチみたいなのもらって、ねうん、よかったですね商品があったですね、はい、商品ありましたあよかったよかったいやこの話を軸にですね、うんはい、その前後にやっぱたまにいろんなことするとえ今まで気がつかなかったことが起きますね帰りがけにはい。 そのでかいペットがだからもう今日家帰ってご飯なんか作れないって言って俺が作るよって言いたかったんだけどまあいいかと思ってそれなんか「これで家帰ってのでかいペットが作れない」って言ってるのに俺が作るのは嫌味だなと思うからじゃあどっかでご飯食べようよと「俺久しぶりにファミレスで食べたいんだ」すごくファミレス行きたかったんです昨日ファミレス行きたい気分だったまあ例えば「スカイラーク」だとか「バーミヤン」だとかそういうのに行きたかったんですよ。それで 走り出してファミレスあったら入ろうなって言って大阪の南から走り出して大阪の北にある自宅に着くまでファミレス2軒しかなくて2軒ともいっぱいで駐車場が入れなくてここにファミレスがあったはずだと思うところが全部 お寿司屋さんに変わっていたりラーメン屋さんに変わっていたり<ー>焼肉屋さんに変わっていたりで,で伝統的な私が青春時代に通ったような、はい、今あの具体的名称を申し上げましたけど <laughs>、えーえー、スカイラークだとか、まあ、関西だとロイヤルホストであるとかガストはねガストはたまに見ることがありますけれども、うんうん、バーミヤンももうも確かに減ってるかもいやだからいわゆるファミレスというのが。 絶滅危惧種に今なってると思いますよだから牛丼屋さんとね、はい、持ち帰り弁当屋さんと、はいえー、それからラーメン屋さんと焼肉屋さんとお寿司屋さんはいっぱい見つかるんだけども、はい、私が行きたいなんかハンバーグ定食とか、はい、<laughs> サラダ食べ放題とかドリンクバーがあってっていうそういうファミレスな。 絶ガストなんか残ってんですけどもでもほぼほぼ絶滅危惧種になっているなというのに気が付いて<ー>すっごい驚いたという話ともう一つありまして、はいうん、久しぶりに高速道路を走って高速道路のサービスエリアのところに入り込んだら<ー>そこのサービスエリアのガソリンスタンドのレギュラーガソリンが200円超えててですねえっ ついに200円高速道路のガソリンスタンドですからあの街中のガソリンスタンドと若干値段が違うことありますけれどもいやでもね200円ガソリンが超えてるのは、ね、私の人生の中でも初めて見た感覚ですね。あ,あんまり数字見ないですよねそれでヨットレースというのは普段使わない筋肉をバキバキに使うんですよ。<laughs> 今日朝から全身筋肉痛で <laughs> もう今肩,肩から腕からもう至る所が猛烈痛むんですあそうなんか手腕もすすごい焼けてますよね赤黒くなってますよ昨日だから SPF100 っていうもう日本では絶対売ってないんですがハワイでも今もうなくなりましたけどちょっと前までハワイに行くとですね、うん、SPF100 っていう日焼け止め売ってたんですよ、ね、でその SPF100 の日焼け止め塗ってたんだけども一、ね、日外にいたらもうこんなんで全身真っ赤っかーですわ<ー>お猿さんのようなことになってますけどね <laughs> 何度など喋り出したらキリがないので、まあ、この辺で勘弁してあげます。まあでも心地よい疲労感ということでね木造店一位おめでとうございます。まあ、<laughs> では再開とも言いますが。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価反発しました。先週の金曜日と比べて61円81銭高い3万2254円56銭でした。 アメリカ株価指数先物の堅調、えー、な推移を受けて買いが優勢となりました高決算となった銘柄に買いが入ったことも相場全体の支えとなったようですまた為替相場は現在1ドル142円20銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックします 新坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナー、ズームオン。今日は4時台では兵庫県明石市の前の市長、泉房穂さんが登場です。閉塞感漂う日本政治のの問題点にに節炸裂の予定になっておりますで、5時台は自民党を離党した秋元正利衆議院議員、審査基準見直し後に1000万円事了化というニュースにズームします。 番組では、今週も、ラジオの前のあなたからのメッセージ、お待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱さんへのツッコミ、何でも結構です。送ってくださる方、メールは、ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。旧ツイッターの X で参加される方は、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。 で番組のエンディングでお送りする「ズームミュージックリクエスト」ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りいたしますが今日のテーマお題は。ヨットレースでゴールの場所がわからなくなった時に聞きたい曲。 なかなか皆さんピンとこないと思いますけどヨットレースでゴールの場所がわからなくなった時に行きたいよ <laughs> ね絶望的な気持ちになりますよ、ね、だってこっち30位で29位の船が見えないんだもんどこに行ったらゴールできるんだこれ <laughs>、うん、4時間も4時間近くも走ってるんですよその日。 それでやめたらもう <laughs> 帰ろう帰ろうと思って押 <laughs> したらでかいペットがブツブツ文句言うわけですよ <laughs> これがね。<laughs> ちょっとじゃあそのあたり想像してね選曲して送ってくださいそうしてですね今週日本放送では。 まあ言いたくもなる奥様の気持ちもねわかりますけれどもさあ <laughs> 挙句の果てに <laughs> いやこの状態をしてたら私大変お玉、ま、絶対止めたと思うわってっ <laughs> えそこですかいや本当ですよ何より無事でよかったですこんなに下手だと思わなかったとか言われて <laughs> ひどいわまあ あの同意見でございます。同意見じゃねえよ。<laughs> 日本放送ではですね、今週ツイッター改め X を使った夏の応援キャンペーンというのを実施しています。で、この辛坊治郎ズームそこまで言うかお聞きのあなた、ぜひ番組公式アカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストしてください。まあこれを昔吹入と、えー、キャンペーンツイート。全独生。 リツイートしてくださいってことねで、キャンペーンポストは番組公式アカウントのトップにあります日本放送夏の応援キャンペーン暑い夏を応援というものですで、リポストをしてくださった方の中から抽選で10人の方には Amazon ギフト3000円分をプレゼントします 詳しいことは辛坊治郎ズームそこまで言うかのツイッター改め X の公式アカウントをご確認ください。で当選された方には DM でご連絡をいたしますのでねたくさんのご参加お待ちしております。日放放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。 中古車販売大手ビッグモーターが自動車保険の保険金不正請求問題をめぐり今月中旬にも取引する銀行団と協議する方向で調整していることが4日に分かりました信用失墜による顧客離れで事業の先行きが不透明になっていますフィギュアスケート男子でオリンピック2連覇を達成した羽生結弦さんが4日 SNS で結婚することを発表しました 羽生さんは現在28歳で、お相手については言及していません。ウクライナ政府が5日までに国会に面するロシア南部の6つの港の海域が軍事的脅威下にあると宣言しました。ロシア側に危険地域だと警告した形で、ウクライナがロシア領での攻撃を加速させる可能性があります。 アメリカンフットボール部の寮で乾燥大麻や覚醒剤を所持したとして21歳の部員が逮捕されたことを受け日本大学は5日アメフト部を無期限の活動停止処分にすると発表しました広島は昨日、アメリカによる原爆投下から78回目の原爆の日を迎え広島市の松井市長は平和宣言で核抑止論からの脱却を訴えました 中国の今年一1月から6月期の自動車の輸出が前の年の同じ時期と比べて75.7%多い214万台となり日本の202万3000台を超えたことが業界団体の統計で昨日分かりました防衛費増額の財源をめぐり自民党の天利明前幹事長が昨日、政府保有の NTT 株を売却する案に関し 相当長期の安定財源になると評価しました。NTT フォアでは発行済株式の三分の一以上を政府が保有するよう義務付けています。羽生結弦さん、はいえー、ご自身の SNS で結婚を発表ということで。 なんか週末芸能関係のニュース全部ぶっ飛んじゃった感じがしますよね。びっくりしました。実は私<え>羽生結弦さんのファンの女性から極秘情報を新入手しておりました。なんですか？お相手に関して。<え>お相手今のところ一切出てませんよね。どこのマスコミでも一切出てないですよね。はいはい、じゃあもうちょっとこれあえあくまでも。 羽生結弦さんのファンの女性から私が個人的に聞いた極秘情報,情報ということを前提にお相手をここでご披露させていただきます熊野プーさんらしいです <laughs> 何言ってるんですか <laughs> 何言ってるんですかあれ,あれ <laughs> 何をおっしゃっていですかだってそう言ってたもん <laughs> そう言ってたもんまあ、ね、熊野プーさんで会ってほしいと願う女性はねてて多いと思いますけどね違うかな さて NTT 株の売却です <laughs>、はい、NTT 株の売却ってあこれねなんか懐かしいなと思う高齢者の方結構多いと思いますよというのがですね 昔、電電公社って言ったんですよ、はい、電話まで、うでね、電電公社で電話引いてもらうと、ですね電話債権ってやつを買わなきゃいけないとか、ですね、はいまあ、いろんな制約があったんですが、もういろんなことが自由化される中で、民営化される中で、えー、電電公社は NTT という会社になって、ですねその株式が公開されたときに、すげえ、一株200万とか300万とかで売買されるという大騒ぎがあって、当時、すっげえ株が儲かってた時代なんで、みんな儲かるかもしれないと思って、買った人はみんな損するというですね。<laughs> そういう悲惨なことがあったんですが NTT 株に関して言うと。 えこれ法律で決まってまして発行済み株式の3分の1以上を保有しなきゃいけないなんで保有しなきゃいけないかというとあの電話というのは国民に不可欠なサービスなのでやっぱりそれ3分の1ぐらいは公的、国が関与しなきゃいけないだろうということとかですね、うん、えそれからあの外国人がまあ日本の安全保障にも関係するので外国人が3分の1以上の議決権を持たないようにしようとか、えー、そういうのがあって一応3分の1以上は国が持つというふうに決まってるんですが がそのせいで今、ですね今年の3月末時点で、えー、日本政府は NTT 株の34.25%を保有しております、えー、でこれ、時価でいうと4.7兆円、たい5兆円弱ぐらいです、うん、これをちょっとずつ一気に売ると値段が下がっちゃいますから、はい、価値も減りますから、ちょっとずつちょっとずつ株式市場で売却していくと、はいはい、さっき甘利さんは長期にわたってって言いましたけど、それでも5兆円ですから。だから、あの防衛費、今は GDP の2%ということで言うと、 多分 GDP の2%ってやっぱり10兆円ぐらいの規模になる<ー>ねでな、えー、だから5兆円伝ってまて、あ、毎年それで5年かけて売ると毎年1兆円ずつぐらいのお金が臨時収入で入ってくるんだけれども。 本当に必要なものをそういう手当ての仕方をしていいのかというのと、ね、NTT を国が管理しなきゃいけないっていう、はい、そういう発想自体を変えるんだったらそれは変えるってそっちの方からアプローチしないと金がないからそれを売って一時しのぎでっていうのは方向が違うと思います。ズームフラッシュでした 8月7日月曜日時刻は午後4時4分を回っています日本放送から辛坊治郎じろうと増山さやかでお送りしていますさあメールをご紹介いたしましょう、はい、ありがとうございます まあ、あの七夕祭りね、三大七夕祭りが仙台平塚。はい,はい、いるまで。とかっていう話ですね。仙台平塚までは、まあ、多分異論のないところらしいですが。うん、はい。静岡県の清水の正樹さんはですね。はい,はい、はい。静岡県では、仙台平塚、清水が自称三大七夕と呼ばれています。<laughs> あ、そうなんだ。うん。もともと清水七夕祭りは7月にやりますし。ほぼシャッター商店街が少しに賑やかになる程度です。ちなみに、この清水。 七夕祭りで、あの広瀬アリスさんがスカウトされたそ,うそうなんですか。それはすごい。それはすごい。それが本当ならば、仙台平塚以上だと <laughs> え断言させていただきます。<laughs> はい、ねー、いろいろやはりあのあるようですね。三代目はね。それから東京都の夏みさん、三十二歳女性はですね、私も辛坊さんと同じ関西出身です。ほうほう。 先日帰省した際に家の近くのファミレスフレンドリーが閉店しておりました。フレンドリーね。ーはい、あ知りませんか。あ知らない。あじゃあ関東の方は馴染みがないんですね。私はまあフレンドリー普通にしてますけどね。そういえば最近見ないですね。ねうん、この方もフレンドリーはおそらく関西のみかと思いますが、上京した際ジョナさんを珍しく思っておりました。ジョナさん、ね。サン地方によってお馴染みのファミレスありますよね。ジョナさんは私も<と>あの知る限り。 東京のその辺に2軒ありますねああありますねジョナさんねはありますね、はい、デニーズもありますねデニーズもありますねところがだんだんああいうのがね地方から消えてるんですよ<ー>はい まあそんなことで。確かにそうかも。引き続き情報をお待ちしております,ああす、ね。はい、お待ちしております。メールで送ってくださる方はズームアットマーク一二四二ドットコム、旧ツイッターエックスでも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は兵庫県赤穂市の前の市長泉豆美久保さん登場です。 日本放送辛抱次郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです改革派の前市長が緊急提言閉塞感漂う日本政治の問題点とはニュースなどで改革派知事などの言葉は耳にしますが悲しいから国会議員で改革派という言葉は最近あまり出てきません もちろん頑張って日本を改革しようとする国会議員もいらっしゃいますが、党利党略、国政という大きな所帯になりますとなかなか1人の力で改革を進めていくのは難しかったりします。閉塞感漂う日本の政治、一体何が問題なんでしょうか。 この時間は6月にご出演した際辛坊さん選挙に出ましょうときな臭い発言をおっしゃり番組関係者全員が加盟してくださいその気になったらてんてんてんと心の中で巣作りをした <laughs> 兵庫県明石市の前の市長泉房穂さんにお話を伺います。今日はスタジオ生出演です。

なんとなく私より <laughs> ずっと年上やと思ってたら <laughs> 自分の年齢を最近ね誤認するちょっと傾向があってですね1963年生まれだから、はいえー、ちょうど歓歴ですか今月還暦で60歳<ー>人生一周目やと、ね、わるだけでいやだから人生だからね私ね思うんですよ私55歳ぐらいの時に、はい 当時財務大臣だった塩川正十郎という人がスタジオにいらっしゃって横にコメンテーターで座ってらしたんですが「辛坊、はい、さん年なんぼ」って言うから当時55ぐらい55です、はい、って,っていやー若いなええー、年やな」って「はい、何言うてんねこのおっさんと」と、はい、当時思ったんだけどもはい、はい、その時の気持ちがようわかりま、はい、60歳はまだ若いがな <laughs> これっていう感覚がね。はい まあ最近特にしますがそれでなくてもいろいろこう泉さんこれからどうすんだという評判が立っている中でいただいた名刺を見る限りまだまだ野心があるなといかことをいや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 、えー、いやいや表紙が赤い、ね、やいやねやい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 ね、全明石市長って書いてあるんだけど、はい、そこをめくるとですね10年連続「 あの人口増、はい、え人口増加率中核市の中で第一位九十一点二パーセントの住民が住みやすい。全国戻りたい街ランキング二千二十一第一位。はい、などなど、自分がやったことの成果が。名刺の中に <laughs> <ー>。り込まれてい,るという。困る、ね。ちょっと地味やから、ちょっと名刺ぐらい派手にしようかとい、ね。とこが <laughs> 地味やねんっていう話ですが。<laughs> いやいや、あのね、あの全国的に、あのありがたいことに、ありがたいことに、まあ家や明石いうても。兵庫県の田舎の、田舎でもないか、まあローカルの。 町の市長じゃないですかだけどこの市長は全国的にあのご本人は大変不本意だと思いますけれども、えー、あの要するに店舗の立ち退き問題をめぐって「なんであそこ立ち退けへんね再開発できへんねん」って言って、えー、職員に向かったら火つけて今回!」って言って、えー、ワイドショーでボロカスに叩かれたおかげで、えーえー、泉房穂というと「火つけて今回のおっさんです」って言っと「あああの火つけて今回のおっさんか」って分かるぐらい。<laughs> だからこれ関東のラジオなんだけど、来ていただいても、リスナーさんの方が。ああ、あの火つけた今回のおっさんが、こイメージができるという意味においては。はい、はい。すげえ宣伝になります。宣伝みな。あれ、あれ、あれ、心に火をつけて、こいってみたいな。そんなこと、一言も言うてない。言うてない。失礼じゃ、火付けて、こういって。あの時辛坊さんね、あの、当時、目、目、マスクに珍しく、結構ね。あの味方してた。いやいや、す、あのね、しててボロカス言われてるわけですよ。で、実際にどんなんかなと思って、明石に。 取材に行ってみたら確かに泉さんがあの時火つけて今回って言うたところのおかげで再開発が遅れてるんで道路がものすごく変な形になって交通事故が多発してたんですよね当時で。その現状を現状地に行っててみ これは火つけてでも立ちのかさんと再開発進めんとここで交通事故この道路の形状ではあかんでこれいつまでほっとくつもりやねんというのを自分で見に行って分かったからそりゃ言うよねと素朴に思っただけでも言葉を選ばなきませんな <laughs> でもしゃーないですそれで僕泉さんのことはそれまで全然知らんかったんですよ、はい、それで実は最近まで知らんかったんで今回ゲストにお迎えするに際して泉久保さんのプロフィールみたいなものがこう回ってきてへ、はい、え そうだったんだと思ったんですが、もともと民主党の国会議員だったんですか。あ、一時ですね。はい。はい、でも、まあ、もともと弁護士ですから、弁護士で声かかって一時国会。議員にま東大の教育学部。教育学部、はい。そうです。てて、て私、哲学やってたんです。<laughs> あの入った時は文いくつになるわけですか。いや文二経済系統に入って文二からて哲学行って文二哲学で弁護士になりましたね。はいは司法試験受かりましたね。はいはい。かったんですか司法試験。司法試験私最初は大学卒業した後は NHK ディレクターなんで。はでそれでテレビ朝日で朝までラテレビのお手伝いしていてから。ほう。その後あの石井浩久さんという方の秘書を経て弁護士結構あのいろいろ言ってるねあのいろいろ説明する契約士ですけど。はいそうですか。それでまあで今回秘書 を経て国会議員になられてで弁護士になって弁護士声がかかって、はい、ちょうどお声かけいただいたので候補して一時国会議員。まあ弁護士というのはね、はい、割とね政党側としては声かけやすいんです、えー、お医者さんとか弁護士は,はい、はい、つまり声かけて当選したらはい、はい、まあ,あの歳費で飯食えるけれども、えー、落ちたらただの人になってしまうけれども、まあ、弁護士とか医者なら落ちても自,分自力で食えるやろっていうのがあって、はい、割と声かけやすいっていうところはあるんですがそれにしても。 民主党で国会議員だったんだけれども、はいはい、明石市長に立候補したときには、民主党系の候補は別にいたんですよねあいや私はだから政党とかんまなくて、<う>一回でも明石市長になりたかった子供の頃から、ただなかなか市長選通らないので、一旦声かけ合ったんで、国会行っただけで、本当にそういう意味で政党かないんですよ、私の1回目の選挙も全政党、敵で戦って勝ってるんで、私、一貫して政党応援してもらおうと流れで、ねはいあのー あのどっちかというと生臭い話を避けしてしまおう、うん、<laughs> 生臭い話を先してしまいますだから別にこの話するつもりは全然なかったんですけども、はいはい、でもこう番組にせっかく今このタイミングで泉房子という人に来ていただいてそれを聞かないということになるとパーソナリティ的に問題があるのでまあ大して聞きたくもないんだけども一応生臭い話を先聞いちゃいます。はいはいはい 泉さん、さんまだ60歳で、はいえー、この元気さですから国会議員として政治家としてはまだそんなに年いってる方ではないということで言うと、はい、泉房夫という名前で結構票が取れるだろうと、はい、各政党みんな手ぐすね引いてる状況なんですよ。一つあの噂に上がってるのはもともと民主党だから民主党系の政党で今一番大きな立憲民主というところで、はい、この立憲民主というところは、はい。<laughs> なんて言ってたった今トップの名前が泉さんだから <laughs> 泉さんつながりでこの人担ぎ出したら関西で立憲民主ってまあぶっちゃけボロボロですよね今、はい、そうですね今維新強いですからねいや関西特に大阪、はい、まあ大阪兵庫もそうかそうですねもう結構ね立憲民主ってね割と東北とか東京はまだまだそれなりの勢力あるんですけども、はいはい、西日本特に関西兵庫県あたりボロボロなんで、はい、今関西は維新ですねそれを私が立立て直ししたいともし立憲民主の 立場で思ったら泉さん。<ー>もう全部飲むは要求。出て。 いやいやいや私いやいやいや、まあ、卒業したばっかりで私赤石市長12年間必死に会ってーー今卒業してちょっとゆっくりしてる何,言何言ってますねもうあのね人間の一種はね寿命を限られてるわけだからそんなこと言ってて、ね、いやいやさ,さっき新坊さんが出たてたい僕あったよ僕が仮にだから立憲民主の立場で聞いてるわけですよ、うん、もう泉さん、はい、もうあの明、ー、石市長としてやったことは素晴らしい、はい、もうのその赤石市長でやったことを全国で 日本でやろう、ね、そののために泉ささんの力を貸してくださいもう全部要求のむからどこでもいいから好きなところを選んで候補者になっていやいやいや全然いや本当にねあの赤瀬市長は市長だから市長として街変えられるんですよでも国を変えようと思うたら総理取らなあかんから。 一国会になって意味ないからそういう意味だっちゃった政権を目指すといやいやいや頑張ってください一応今私立憲民主の人間になったつもり私関係ないですから辛抱者は絶対向いてます。前も言われてたもんだけどやっぱり正義感強いし僕ダメなんです僕ね実は今日ご時代に言おうと思ったんですけど僕はね政治家というものはやっぱりねあの水戸三つ国が交楽園を名前つけるときに専有交楽でだから自分の楽しみは後回しにして はいね、あの世の中の人が憂えることは自分が先に憂えて、はいね、厳しい目は自分、はい、全部自分が先にみ楽しいことは世の中の人がみんな楽しい思いをしてから自分が楽しい思いをする戦有好楽というのが政治家のあるべき姿であると思った時に私自分でやりたい楽しいことがやむほどあるんで、はい、<laughs> それやってからでなければや、はい、ってはいけないという思いがあるんですいや,いや,いや,やりながら両方できますよ大丈夫っぱり政治家に必要なのは臭いけど政治家に必要なのは正義感と。 庶庶民民目目線線辛さんはやっぱ正義感も強いし庶民目線ですから、まあ、向いてる僕のこと<ー>本当にどこでも好きな声優を選んでもったら<ー>どこでも出れますけど。<laughs> <laughs> どうぞ私ましたばっかりやかりりわ、はい、それでは,はい、はい、生臭い話を一旦脇にそれて、はい、でも完全にそれずにちょっと,ょっとずつ脇にそれていきますけどもどうなんですか現状の国政あるいは政治全体を見たときに、はい、なんかこう期待できるなと思っているようなところの政党とかあったりするわけですか いやーでも、どうでしょうね、でもやっぱりあの明石市長の時は、もう明石で精いっぱいでしたけど、ええ、終わったとちょっと引いてみると、やっぱ国の政治、もっと頑張ってほしいですね、そうでしょう、うん、やっぱり政治がね、どっち向いとんやにという気がしますね、国民の方を向いて政治してるのかというのは、やっぱり素朴に思うので、ちょっと憤り出てきますね、えー、それでは、えす <laughs>、えー、岸田総理大臣票。はい いや,やっぱり、ね、総理大臣になりたかったんでしょうけど総理大臣になって何をしたかったかよくわからないので、ええ、もうなりたかったんやったものがあったからもうやめはったなって感じですけどね。 なった後に国民を笑顔にするとかこう変えるとか目的があって政治家せんと何か何がしたかったかなってちょっと寂しい感じで期待したいのは子供について頑張ると言ってはるんだからだったら一気に子供予算の倍増ぐらい来年からしはったなと思いますけど野党第一党泉立憲民主代表についての評判票票いやその人のこと言える立場じゃないですけどおなじみ4時の泉なんでね泉ピン子さんと泉健太さんは親しみを感じてます。 <laughs> <laughs> 何言うてんのよ <laughs> 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 何言うてんねん。かかん維新はどういう印象をお持ちですか、はい。あ、維新頑張ってます。やっぱりあの私自身も赤司市長やってたので、やっぱり何やかにも政治って現実結果ですから。はい、維新は大阪でやっぱ言って、やっぱり評価得ているのはやっぱり知事市長として改革をしているところは評価されて叱るべきで、まあ、だから人気高いと思います。だから結果出してるあたりはすごく高いと思います、ね、松井一郎、ただただ,ただどうぞ。うん、ただやっぱり私とは路線が違うので、私はどちらかと言ったらあ<ー>まあ支え合い助け合い助け合い的な感じだから、まあ

いやまあやっぱ政治家心理しんどいですよ、特にトップの市長とか知事は、責任感、真面目な人であればなおさら、責任感重たいから、えー、やっぱり疲れるのは疲れると思いますだからあのね、4期とか5期とか6期とか7期とか、恥知らずにもやり続けるあの首長についてですね <laughs>、えー、一生懸命やっていないということを、そうなんですよ、ただ、まあ、<laughs> 市長なんて、駅伝のランナーと一緒だから、距離ありますやん。 三期十二年走ったらもう人々で倒れ込むぐらいなんですよ四、ええええ、期5期走れるって結構ゆっくり走ってあるからって感じがしますね同じこと言うといんですちょっと遠距離表現同じこと言うといいんですちょっと口つづしまうといけないわ <laughs> いやいや, <laughs> いやどう,どう <laughs> 橋本通る表 <laughs> あ彼は、ね、あの私司法試験同期で昔の酒の認め達だったんでえ司法試験同期なの同期だえ私はねあの NHK テレ朝を経てから弁護士だから遅いんですけどはい、はい、彼はすぐ弁護士になってるんですけどええええ通った年一緒でえ,研修でえちょっと<で>九州九州司法試験 そう九州市長試験で一緒によく研修所で焼き肉食って、酒飲んでましたどういう人ですかでも当時からやっぱり抜けてましたね、やっぱり何者かってうかね、将来政治家になると思った通りになりましたけど、やっぱりもうすごい決断力とか突破力とか、当時からやっぱ感じましたね、以上でで大丈夫すかもう一つ、ラスト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 、このテーマではラスト、共産投票。 共産党、共産党ね <laughs> はい、はい、はい、共産党共産党ですよね <laughs> そ人のこと言える立場ちゃいますわ、私も俺、戦いまくっとんのに人に批判されることはあっても、人を対して言える立場じゃないのでじゃあ口包しまんと、はい、ぐらいでいいでしょうかいや <laughs> でもね、やっぱりなんだかんだ言うてもね、はい、僕はね、僕は共産党の人、個人個人、一人一人まあ。はい お付き合いがあるというか知ってる人いるわけですよ、はい、で共産党一人一人の人は本当に,、はい本当に 立派な人多い中華ですね。あの真面目で清潔で立派な人多いんだけど、組織になってしまうと、途端に中国共産党と体質変わらなくてトップが永遠に座ったりとかですよ。どうなってんですかねあれ。はいどうなってんしょうがねあんまりあんまのこと言っても。後で後で大変ですよ。私も戦いで戦いで普通にそうても戦われてるのにね。そんなたくさんネタフランでも今日は辛坊さん不動に来たんだから辛坊さんが日本のために立ち 日本放送と日本のために楽しいことヤマハです。あの伊集院さんそれで言うたら伊集院さんって政治家以外に楽しいことあるんですか？ああります何してはるんですか？私確かあ。 確かね私ね、の今年放送された関西テレビっていう関西のテレビ局のドキュメンタリーがあって、その関西のテレビのドキュメンタリーで、あ泉さんを、優しい暴言をっていうサブタイトルのドキュメンタリーで、泉さんもずっと追っかけてるんですが、そのドキュメンタリーの一番最後が、もう市長も辞めた後ご自身の家庭の今で、奥さんと二人でだべってるしゃべりで、奥さんが、ですねそんなもんいつ出てくか分からへんみたいな言い方を最後してあったんですが、出て変わりました。大丈夫仲良くってます うちね犬飼ってるんですよトイプードルなんだけど頑張ってね散歩しとるんですけどねあんまり仲良くなれなくてまずは犬からくなねまず人間の前に犬からそうですね私がトイプードルの気持ちやったら「うっさいなこのさんうっさいなこのさん黙ってられないかちょっと」みたいなそういう気持ちに犬はなるかもしれませんけれどもそうですかいやだからご家庭でお茶の間が映ってるんですけどパッと見た感じで言うと普通の家で何か得な 特別な趣味がありそうな、雰囲気もなかったですね。はい、家の中を見る限りあ。私はね、まあ、あの、食べんの好きなんで、明石焼きとか食べたり、ラーメン好きですから、食べ比べ好きです。<laughs> はい、ちょっとずつ、ちょっとずつ、なんか地元の宣伝をおります。<laughs> <laughs> わかりますで生ます生れもも育ちもずっと赤市なんでにだから明石の地元の漁師の個性があり要はねこれはいうん、有名な話ですが、えー、やっぱ子どもの頃にやっぱこの社会の理不尽さであるとかその弱者に対する冷たさみたいなものを思い知ったから政治家目指したって話じゃないですかその辺の具体的な話ってもう多分いろんなところに書かれてるだろうと思いますけれども多分初めてお聞きになる方にですねはい、はい、政治家を志した理由について。はいはい ちょっと教えてくださいそこはねまあ、まあ、あんまり後苦しい話であれですけどシンプルに言うとうちタコ漁師で漁師で一生懸命朝2時半から料理に,料理に出てたんだけど今タコえらい値段が上がった上に取れなくなった大変漁師大変ですわ、うん、でもそういう漁師の家だったんで、まあ、一生懸命おやじ働いてるけど、えー、そんなおかずがいっぱいある家でなかったしご両親今ご健在ですか ええと、あの、母は亡くなりました。はいはい。父は、ま、あの、施設に入ってます。あ,あ、そうですかはいはいはい。で、あともうちょっと4つ下に弟が生まれて、ええ、ま生まれながらの障害があったので、やっぱり時代も時代で、やっぱりかなりいろいろ思うところもあったので、まあ、子供心に、まあ、頑張ってるのに報われないと、弟体がちょっとね、悪いからと言って冷たい目で見るあたりを、やっぱり自分としては子供心に、自分が政治家になって、優しい街を作りたいと結構真面目に思いましたね。いや、はい、そのね、家庭環境でね、 東大分人、まあ、っていうのは経済学部で、はい、東大の中ではまあ,あの分院なんかに比べれば若干入りやすい入りやすい人だって東大は東大ですからねそ,そこに明石のその状況からまあ多分その。 もう塾とかか高校はどこですか地元の高校、私塾も家庭教師もないのでそんな中でね、で都大に入るってね、えー、相当地頭よくないと無理だと思いますけど、えー、どのあたりで俺はもしかすると、都大行くみたいなことを考えました あそこはまあことあ,あ,あれですけど子供の頃に政治家になろうと思って、えー、勉強しようと思って自分が賢くなって強くなって、えー、市長になって町をよくしたいとほんまに思ったんで臭いけどだから結局勉強しましたほんまに一生懸命勉強しましたそういう意味では、まあ、あの別に勉強せずに賢い子じゃなかったんで勉強しないと賢くなれなかったんで、はいまあ、じゃあ小学校の頃から俺は将来明石市長になって、えー、この町を変えるんだっていう。あ ちょっと危ない言葉だったんですけ <laughs> 10歳の時に自分は将来赤石市長になろうと誓ったのでだからまあ50年かかりましたけどね10歳の時の気持ちを50年持ち続けて、まあ、50年かけて赤石市,市長になって12年で、まあ、赤石、まあ、非常に今評価高いですからおかげさまなんで、まあ、自分としてはなんかやり遂げた感はありますね、はいうん、やり遂げたってったってまだ寿命はあるわけではいさあ,あいかんわかれもったい話戻ってきたこれだってやっぱりラジオのパーソナリティちょっと考えたい ですね。どっかなんか、枠ありましたら。松山市長。泉さん、泉さん。この目の前にいる女性は。日本放送アナウンス室長なんです。アナウンス室長で、あらせられるんですよ。はちょっと枠三分ぐらいが。こう見えても、こう見ても、日の山なんです。余計なことはやめましょう。年齢はちょっとね。そうですよね。で、何の話だった。いや、だから、また最初の話に戻りかけ。 <laughs> ましたけれどもね。まあ、じょ、冗談じゃなくて、ここから冗談じゃなくて、本気で聞きますけども。うん、持たないですね、どうしましょう。んうん、持たないですよ、泉ふさ男という人間が。 いやいやいや、今楽しんでますよ。いや、まあ、本人楽しいか知らんけど。もったいないですよ。そういう人って、そうそう出てくる。もまだない。おかげで、まあ、今日も声かけいただいてありがとうございます。し。まあ、今日も、今回東京来たら、もうテレビとか雑誌取材とか、あと本がね、出してますけど。あと年代。あれ、あれですか。これ政治は喧嘩だって本。まあ、もう、あの、ぐすり入ったんですけど。今年に入って四冊本で出て。あと年内に五冊本出す。俺は、まあ、すごい。だから、そういう意味では、まあ、十二年間やってきたことを、まあ、できるだけこう、多くの方に知ってもらったり。これから。 に対する提言みたいな形の本を出していくのでまあ、一定程度役割はあるかなと思ってますねはい。既存政党でどれか一つを選ばないと奥さんを亡き者にするって言われたらどこの政党にします <laughs> あ,あ、無党派党かな <laughs> 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 もう究極の選択私も武藤原に見たゃ年季高いんですよ赤字の市長選挙すると本おかげさま選挙が強いんですけどこの間なんか応援する市長がどっかで通りましたよねああ兵庫県の三田市で三田はね大阪近郊兵庫県に伝ってねあのいわゆる都市近郊の代表的な都市でそこの市長を 取りに行っってて、えー、当選させるすすげ力ですよ、はいはい、それいそす、ね、というか、まあ、あの私も自分の選挙もほぼ全政党敵で戦って市民だけで勝ち続けてるので、えー、だから政党なんかいらないですけどね政党全敵でも勝つ自信はあります。いやでも、ね、政党政治じゃないと今、総理大臣にはなれなれい,じゃないですかだから地方と国政が違うんですよ。地方の市長とかいうのは市民の代表なので特に政党は関係ないですよ。あかん また話元に戻るから <laughs> ほな総理大臣になってもらうにはどうしたらええねんって話せざるを得ないじゃないですか。いや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 いいですよ。だ,だ国政はやっぱ政党政治の面があるからうん、うん、まあそこはね新しい動き必要だと思うんでやっぱりしけども辛抱さの力が必要で、まあ、そこに戻ってくるんですよ。またこういう弱、えー、点がここになりますし。いや道場めぐみですね。正義 <laughs> の先日みたいな感じで。あ <laughs> の <laughs> あの。はいあの まああの年内あと5冊出すということは、はい、多分最終的な出版社との打ち合わせで東京にいらっしゃる機会も多いと思いますから。まあちょっとあの次いらっしゃる時また声かけてください。はい、はいはい、お願いします。はい、すみません何な,なりと。で、はい、言うてるうちにねあの私の帰りにやっていただくとい <laughs>。<laughs> いえいえいえい,いや。そうです、はい。ありがとうございました <laughs> すみませんどうもありがとうございます。ありがとうございました。で赤司町の泉豆み久保さんでした。 ズーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです。飯田浩司です。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。 「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱいさらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画やえ辛坊さんが「夕刊富士」の記事を解説する「夕刊富士そこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナーズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさんぜひラジオラジコでも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。 8月7日月曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎、ズームそこまで言うか、5時を過ぎましたので、この時間はズームオンミュージックリクエストをご紹介してまいります。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。 今日のお題はですねヨットレースでゴールの場所がわからなかった時に聞きたい曲しんさんのね週末の体験からです、はい、驚きました <laughs>、えー、まずは大分県大分市の55歳常さん男性の方辛坊さんともあろうお方がヨットレースで迷子になるなんてそれはスリル満点でしたね、はい、そうですねということで えー、マイゴージャクソンのスリラーをね。マイケルジャクソンです <laughs> マイゴージャクソンのスリラーまあ、まあ、確かにマイゴージャクソンって聞こえないこともないな、ね <laughs> うん、ありがとうございますそれから愛知県夏ぴったりですね<あ>、はい、そうですねスリラーね 愛知県一宮市の愛知の a 六十二助さんはですね<い>海の上でゴールの場所がわからなくなったら困ってしまいますよね多分お綺麗な奥様が可愛く困っちゃうなと言われたと思いますのでこのアホとか言われてですね全然そういう感じじゃないんですよね <laughs> これそうなんですかこの下手とか言われて <laughs> 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 こんなに下手やと思い方はとか言われてかわいそうに本当に奥様の気持ちもわかりますが山本リンダさんの困っちゃうなをリクエストします と、はい、林田山本、はい、横浜市の止まらない。はい。そう、今日はね困っちゃうな。バンビちゃん、えー、リクエストは山口智恵さんの夢先案内にあ綺麗に来ましたね。ね新宝さんが優勝するなんてきっと夢のまた夢なんでしょうか。ちゃんとゴールできてよかったというかゴールすーラーも来ましからね。ったあとても勝てないですよ。<laughs> <ー>早いわやっぱり。 そうですか船も性能が全然違うわレースではでもその辛坊さんが持ってる技でも負けちゃったりするんですかあ私の私ですか、うん、私ねレース向きの,あの練習してませんから全然そ,そ,それは無理です全く違う技術です<ー>、はい、それだけは言えますなるほど 続いて中央区のアメンボマンさん六十一歳の男性は広すぎる大海原途方に本当に途方に暮れ頭の中は真っ白リクエスト曲はリマールのネバーエンディングストーリー,ー壮大な感じがねそうですねなんかあの白い犬みたいな竜みたいな <laughs> あれは竜ですかね <laughs> あれはなんか顔つきは犬に似てますよね白い ね、犬なんかちょっとラクダっぽいよあラクダな確かにもっとした顔してます、はい、<laughs> 新宿区のプニコさん,なんからもっとした顔してるも,もっとした顔なんか、うんかうえ四、ー、十歳の女性の方 <laughs> プニコさん、はい、いつも仕事をしながら上司と楽しく聞いています アミンのまずはリクエストします。辛坊さんの船を待っているスタッフのお気持ちを考えてみました。<laughs> 上司と相談して決めましたと。上司の方とラジオを聞きながら仕事ができるって、それは恵まれた環境ですね。いいすねそれね。素敵素敵。はい素敵 それから神奈川県横浜市のおむすびごロンさん、四十八歳女性は辛、はい、坊さんからファミレスの話が出てきてびっくりしました。そうですか。辛坊さんファミレス行くんだ。高級レストランじゃないんだ。ドリンクバーもつけたりするのかな。はい、ドリンクバーつけて、ね、お代わり三回行きました。はい、<laughs> パフェとか頼んだりするのかな、はい。パフェも頼みました。はい、それが目的でファミレスに行きました昨日は。<laughs> そんな辛坊さんにお願いです。 今日は辛坊さん大好きっ子の母の誕生日なので陽子ちゃんお誕生日おめでとうって言っていただけないでしかちゃんづけでいいんですかねいいんじゃないですか陽子ちゃんお誕生日おめでとうございますおめでとうございますあの素敵なお嬢様から誕生日メッセージでございます優いお嬢様リクエスト曲がピンクレディの SOS SOS ありがとうございますそうですね実はさっきのあの上司と楽しくし聞いていますという方には 上司と相談して決めました、それはやっぱり採用せざるを得ないでしょう。 はいこれでね上司とねさらにまた仲が深まりますねきっとねエンディングでお送りいたしますんで <laughs> そんな関係じゃないでしょう <laughs> いやいやほら <laughs> 上司と部下としてですよ、はいはいね、末永く仲良くしてくださいということでまだまだご意見お待ちしておりますのでメールで送ってくださる方はズームアットマーク四二ドットコムツイッターは q ツイッターですね。X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日放放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。自民党を離党した秋元雅俊衆議院議員。 審査基準見直しが見直し後に 1, 万円を受領化、洋上風力発電をめぐる汚職疑惑で自民党を離党した秋本正利衆議院議員が去年2月、国会で事業者の審査基準の見直しに言及した前後に日本風力開発から繰り返し陳情を受けていたことが分かりました。 基準変更を求める内容だったとみられますまた数千万円のうち1千万円を議員会館で受領したことが分かっていますがこれは基準が見直された直後だったということです、えー、この番組では私何回も言及していますが検察リークの世論を作るための報道に関してはちょっとやっぱり事実関係について精査していった方が冤罪を招かなくていいだろうと もうこれもう連日報道されてるニュースでとんでもない国会議員がいてお金もらってなんか議員の仕事を曲げてたんじゃないのかっていうそういうイメージをお持ちだと思いますこれね外形的にはなかなかね次元化するのは難しいケースだろうという気がしますが、はい、これもしあの実質増収賄で金を受け取ってたんだとしたら増収賄のやり方も随分巧妙化したなというそういう目線でも 語れますけれども、うん、ま外形的にどういうことかというとこの国会議員秋元という国会議員はですね、えー、馬主っていうんですねあれ業界では馬主馬主と言わないですね、はい、日本語では馬主だと思うんですけど馬主っていうんですが要するに競争馬のオーナーナになるわけですよ、うん、私あの関西で長年一緒に番組をやっていた屋敷隆人という方がいらっしゃって、えー、この方がですね競馬が好きで。 もう馬主さんになってですね結構何千万も突っ込んでですね全く儲からないという <laughs> でも好きな人はあれ好きなんですよ<ー>競走馬馬馬主になるとですね、うん、あの競馬見に行くにしてもあの競馬の お馬さんが走ってるところありますね。はい、あのスタジアムみたいなところで馬主専用席があるんですね。はいはいですか。なんで知ってんですか。いやなんかそういう若い時からそういうそういう,う,いうあのありますよ。<laughs> そういう私い周りにそういう方がいらっしゃったんでしょうねきっと。まあそういうことでお好きな人が、うん、でその馬主を、うん、まあ要するに馬をこうオーナーになる組織を作って、はい、でこの問題の秋元という衆議院議員が45%持っていると。 それで今回問題になってお金を送ったと言われている風力発電の会社の社長が45%持っていると、はい、でそれ以外の方が10%で合計100%という形で馬主を、うんうんまあ、競争馬を持つ組織を作って、うん、社長45%本人45%別の人が10%、うんでえー、だけど、まあ、新聞報道によるとこのその組合の実質的な要するにこの馬を買うとかですね えー、どうするみたいなことをこの秋元という衆議院がやっていたんじゃないのと、うん、でその馬を買うに際して、えー、要するに風力発電かなんかの利権にその会社が都合がいいようなことを国会で質問したりなんかして政策をそっちに誘導することによって、うん、その馬を買うお金を手に入れてたんじゃないのっていうそういう疑惑なんですが。はいうん、だ外形的には まあ確かにね議員会館で現金1,000万っておいおいって話ですよ。だけど外形的には馬を競争馬を持つ組織に 45%45% 45それでじゃあ,しあのお金を払った方はいえ別に増収愛のつもりはなくて馬買うので45%分を出してるだけで。 別にその秋元という人にお金を渡して贈収賄のつもりではありませんでしたと今のところ言ってるというふうに報道されてます、うんはい、ただこれまだ事件になってないんですよ、はい、だけどここから先ですね注目はだからまず事件化するのかどうなのか時々ですね権力側はこういうあの噂だけ流して疑惑だけで盛り上げてですね世論が盛り上がったところで捜査終わっちゃうっていうケースが過去あったりなんかしますから。 でまたこれ非常にこう裏がいろいろあるのはですねどうしてもやっぱり政権であるとかあの原発やりたいっていうんで自然エネルギー潰したいっていうところがあって自然エネルギーに関してはできるだけネガティブな方向性の世論を作りたいっていうのことも背景にあるわけですだかから、ね、うっかりこの人の話に 乗るとまずいよなというのがあって私は慎重に一つ一つの事実を確認しながら見てるんですがただそういう目線からもう一歩引いてこれ私の個人的感覚なんですがこの間パリで写真撮って怒られた国会議員とかいるじゃないですかこの国会議員もそうなんだけど馬主になってね競馬楽しみますと。いいよだけどね さっきあの泉房穂さ,さんが来た時に意味軸も申し上げたんですけれどもやっぱり政治家たるものは世の中の人に先んじて辛いことや自分で体験して、うん、世の中の人がみんな楽しめる状態になってから自分が楽しみましょうと「戦友幸楽」という言葉があって先に憂えて後で楽しむというのがやっぱり政治家たるべきものの あの基本的な心構え、だから今後楽園っていうのがあります。ねまさにあの後楽園という名前は。あの戦友、後楽という思想からついたんですよ。だからまあ。あの後楽園って、岡山の後楽園と、小石川の後楽園と二つあります。もともとは、小石川後楽園の方が先なんですね。で後楽園ってのはそういう。あの、支配者たるべきものの心構えを、そこから名前がついてるんです。後楽園。で、岡山の後楽園は、まあ、後からその名前をもらったようなところがありますが。政治家。 民衆に先駆けて辛いことは経験して民衆楽しいことは後で経験しろっていうのに競馬馬のオーナーになって。 ねそ,ね、それで、まあ、あの業者から本当は賄ドなのかどうなのかともかくとしてはね、うん、今のところまだ事件化してませんから、うん、だけど少なくともそういう疑われる理科に冠を正さずっていうじゃないですか、うん、そういう金を受け取ってそういう楽しみの,方に使う楽しみのために使うとか、うん、フランスに視察に行きましたって言ってエッフェルトの前でエッフェルトのまねして写真撮るとか、うん、みんながやっぱりここまで貧しくなってヨーロッパなんか簡単に行けなくなってる時代にみんなが楽しくね近所の遊園 現地に行く感覚でヨーロッパに行ってエッフェル塔の前で三角の写真撮れるようになってから行けよっていう戦友交楽という政治家の根本を日本の政治家は忘れてんじゃないのかと、うん、そういうことがしたいんだったら政治家やめて観光旅行に行けよと。うん えー、今日い来た泉房夫さ,さんが、今日オンエアでおっしゃらなかったですけど、いずあの明石では、そういう子育てとか少子化だとかいろんな対策をやりましたと、はい、パリに視察に行く金があるんなら、明石に来いよと泉さんはおっしゃってるんだけれども、はいはい、これに関しては、私ね、若干ちょっと違うんだなあそうななんですぜか,、はい、かというと、なん、はい、であの人たちがパリに行ったかというと、なん、はい、で明石に行かなかったかというと、はい、明石にはエッフェル塔がなかったからです。<laughs> だそうでです、えー、以上ズームオンでした ズムミュージックリクエストをお送りしているのは東京都新宿区プニコさんからのリクエストです。アミン松は うん、そうですね私のゴールを待ってくださった関係者の皆さんのの、ね、本当にありがとうございました気持ちになってください、えー、ちなみにあの仙台の七夕その他の情報をですねえーはい、えー、構成作家の甲拓民さんが調べてくださいまして宮城県の仙台七夕祭りが8月の6日から8日 <laughs> <ん>この時期ですね、はい、神奈川県の湘南平方七夕祭りは7月 ああ平塚七夕祭りは7月7日から7月9日、うんあ月あ、ここはもう7月7日カレンダー通りにやるんですね、うんえー、一宮七夕祭り愛知県、ここは7月27日から7月30日、これまた変則ですね。うんはい、などなど各種のた、ま、七夕祭りは開催はバラバラみたいです。うん、はい、うん 楽しんでくださあお聞きの日本放送この後5時30分からは「ショーアップナイタープレーボール」明日の朝6時からは飯田浩次の OK「OK! コーアップ」コメンテーターは地政学戦略学者の奥山雅史さん来週開催される日米韓首脳会談その狙いについて地政学の視点で伺います。 で午後三時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは I T ジャーナリストの三上洋さんです。三上さんですか。はいあ,あの X とかねスレッズとか S N <あ> S, S, <S そっちの話ですか。そうそうちゃんとそういうお話を X スレッツちゃんとそっちのお話。反対コレクション艦関連の話じゃないんですか、ね。<laughs> その話じゃなくていいキャラがいるんですよとかそういう話じゃないわけです、ね。<laughs> 違います。<laughs> はいここまでのお相手は辛坊治郎とマスヤマサヤカでした。今週も聞いてちょだい